はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの角の口です。はい、4月24日土曜日午後2時54分でございます。中山道を通っております。懐かしい通りですかね。まあ久々にご覧になる方は懐かしい思いでしょうけども、はい、先ほど有名もなか有名な糸屋製菓さん、老舗の和菓子屋さん通りましたね。だいぶちょっと、まあ、七夕の通りなんですけど、はい、深谷市中山道、だいぶここから両サイドのひな人形さん、高木屋さん、ここをひだ左右が駅から市役所まで通り抜けられるように今作ってますね。でここもう左右かなり広くなりました。ちょっと先ほどちょっと17号で今熊谷の方向かおうと思ったら、17号出ようとしたらもう市役所のあたりもう渋滞になっちゃってるんで、こっちの方が逆に車ないですね。伊勢屋さん右側、左、あ、伊勢屋本店さんで、右側も伊勢屋さん、あ、これは伊勢屋本店、右側は和菓子屋さんですか、伊勢屋さん、ちょっとあんまり詳しくなくてすいません。はい、まあちょっと建物新しくなっちゃってるのもあるんで、左右ですね、何年か前とはだいぶ違うのかなっていう。でまあ去年はコロナのあれがあったんで七夕祭りもやってなかったと思うんですけど、今年もおそらくこの調子、この様子だとどうでしょうかね。ちょっと17号混んでてふと思い立ってこっちご案内をさせていただこうと思い立ちました。ちょっと中山道通ってきます。深谷市県道では62号線になってますね、ナビ上だと。ちょっと私の喋ってることとか間違ってたらすいません。どれが正しいのかがよくわからないです。まあ今の世の中いろんな判断感覚難しいですね。そのコロナの意識っていうか、感染しないためにはとか、何が正しいのか何が間違ってるのか。その辺の話はやめておきましょう。ここ中山道、この辺はちょっとまあ昔ながらの趣そのままではないでしょうか。はい、いやまあそうですね、私もちょっとまじまじと久々にこう、眺めながらで通っております。ここは少し広くなってますね。徐々になんですね。元住町交差点です。ちょっとカメラの固定がちゃんと間に合わなかったんで、少しブレて揺れてたらすいません。七夕はだいたいこの先あたりまででしたっけ、出店に賑わってたの、橋渡ってがそうだったかなって昔の記憶しか、もう私ももう10年以上七夕祭りいないと思います。この辺は割とお店が徐々に少なくなってきますね。中央通り、街頭には中央通り、ここから中央通りって言うんですかね、稲荷町郵便局、英寿堂さんですか、和菓子屋さん、麺屋、あ、ここは新しくラーメン屋さんできてますね。知らなかったです。こっち先原郷の方出ますね。左側は100均ダイソーさんがある、ダイソー昔電気屋さんと、知ってる方は懐かしいよくもトムハウスっていうホームセンターあったんですね。
でこの先の信号を右行くと今はその業務スーパーになってますけど、昔はホームセンター S さんがありましたね。これはあの非常に地元深谷市の方すごい懐かしく覚ってらっしゃるんじゃないでしょうか。ホームセンタートムハウスと S さん、あとかあの籠原に移転した東日ホテルのところにであの向かいがかっぱ寿司さんとかだったところにデイツー、京葉デイツーさんありましたけど、籠原に移ってあのガーデンフェスティバルの向かい側に移ったところはあの閉まっちゃってますよね。カインズとビバホスーパービバホームに近くになったものですから、なんかあの閉まっちゃいましたね、京葉デイツーさん。はい、原郷交差点左側か、あの1000円カットのところは昔からありますね。丸亀製麺さん、ここのちょっと信号交差点も、まあ、たまに事故ありますね。危ないですよね。斜めに交差している部分があって、左折車、あ、じゃあ右折車とその直進車の区別がっていうか、ここもうちょっと車線のその色をつけて分かりやすくしていただいた方がいいのかなと思います。私は右なんですね。このスイミングクラブさんですか、サンラインですか、スポーツクラブさんですか、ここも結構出入りありますね。ご覧の通りちょっと危ないんですよね。あの見え方っていうか、車のこの対向車の直進と右折車っていうのは非常に危ないですね。ウインカー出しててもたまにウインカー出したまま忘れてる人いて直進してくる人いるんで、そういうのも危険ですよね。はい、ここは17号ですね。であの一応まあ中山道の方ご案内できたんで、ここで、ちょっと短く終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。